응? あなた、アイルンっていうの? これはこれだったら食べられる。食べられるの？これができたら食べられる。グミが好きなんだ。これは食べられるかな。よし、いきます。できた。はい、いただきます。ああ、汚れちゃった。お風呂だ。え、なんで？もうちょっと細いのかな。アイルンの蝶ネクタイだよ。 あれは鳥だよ。 アイリン、これはね、お水が出るんだよ。 ずっと一緒にいようね。 アイルンって何? アイルンどこ? アイルン! アイルンがいなくなっちゃった。 みんなは不思議な生き物 プニルンズって知ってる? プニ。体がプニプニしたプニプニされることが大好きなプニルンズたち。一体どんな生きものなのかな。まずはプニルンズがどういう子なのか紹介するね。ベビプニにプニの素を混ぜ混ぜするとキッズプニになるんだ。キッズプニに不思議プニを混ぜ混ぜすると大人プニに成長するよ。たくさんお世話してあげてね。 プニルンズはプニプニのグミが大好き。でも他の地球の食べ物は苦手みたい。だからプニルンズには特別なプニプニした食べ物を作ってあげてね。食べ物にプニの素をこねてミックスして、ほら大好きなプニクマンの出来上がり。お腹もいっぱいになったらやっぱり出ちゃうよね。綺麗にしましょう。じゃあ、 お部屋が汚れたらお掃除。掃除機は使いません。埃と一緒にコネコネしたらくっついた。お部屋がどんどん綺麗になるね。でもプニルンズが汚れちゃったね。プニプニゴシゴシ、お風呂で洗い流してあげる。ツルプニ。綺麗になったね。何何、綺麗になったからお出かけしたいって。 ギューッと指で押してから離すと、ジャンプ。ほら、大好きなプニットパークに到着。プニットパークでプニルンズと遊んでみよう。まずはプニットおいしいお餅をついてみよう。ニャルルンがお餅をつくタイミングに合わせてプニットお餅をひっくり返そう。タイミングが合わないと。あ、大丈夫? 今日は運が悪かったのかな。プニ神様のよく当たる占いしてみる? プニプニプニっと。あ、大吉! これからきっといいことがあるかもね。 あれ? どこに行ったのかな? あ、壺からアイルンが出てきた。 よーし、捕まえろってことね。 プニプニ! あ、びっくり! トゲトゲのトゲルンも出てきた。 プニットパークには他にもたくさん遊べるスポットがあるみたい。ジャンプしたり、ダンスしたり、泳いでみたり。上手に遊べたらコインももらえるんだって。次はコインを持ってマーケットでお買い物に行こう。マーケットに到着。
コインで食べ物を買ったり、お着替え、模様替えもできるよ。楽しい時間はあっという間。プニルンズとバイバイの時間。でも大丈夫。また新しいプニルンズと出会えるよ。今度はどんな子か楽しみ。あなたの近くにもプニルンズが隠れているかも。見つけたらプニルンズを可愛がってあげてね。